新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。改めましてこんにちは、はすみです。昨年はベルファイアを手放し、新たな車は何にするんだろうと、気になっている視聴者さんもいらっしゃったかと思います。正直サムネイルで、ネタバレしているのですが、新しい車はこちら、ダイハツタントとなります。現在ダイハツは大変話題になっており、ネタで買ったんだろうって思われる方もいらっしゃるかもしれないのですが、こちらの車両、その話題になる2ヶ月前ですね、10月上旬には入手していた車両となっております。今回は新年となり、新たなパートナーといたしましてのこちらのタント紹介を早速していきたいと思います。それでは早速、タントをどこで購入したのかなのですが、こちらは町の車屋さんで購入しました。ネットで中古車を検索していて出会いました。初年度登録が2015年9月、年を越してしまったので約9年前の中古車両となります。納車時の走行距離は 135,834km。 車両型式は BDA-LA600S、 グレードはエクスターボ SA2 となります。略称は LA600S や3代目タントと呼ばれているようです。ちなみに白か黒で探していたのですが、こちらのタントの状態がとても良かったので、ワインレッドカラーを購入しました。私の母の車が同じ色の現行タントなので、正直お揃いになるのは避けたかったのですが、これ以上良い車両は出てこないと思ったので購入に踏み切りました。納車から1900キロほど乗りましたが、エンジンのかかりも良いですし、機械的な不満もほぼないです。納車時にはバッテリーやオイルを交換していただき、新品オイル、カオスバッテリー、言われていなかったのですがエアコンフィルター、エアフィルターまで新品になっておりました。ただグリルを止めてるクリップがなくなっているところがあったり、ボロボロで役目を果たしていませんでした。見えないところにはしっかり手を入れて、見えるところには手を加えない、ちょっと不思議な感じでした。その他に、車両に関してはヘッドライトに曇りもないですし、タイヤもほぼほぼ新品、ラジエーターのフィンなどの変形もない、とても状態の良い車両だったのですが、唯一助手席側を何かにぶつけたのか大きくへこんでいました。車両を確認した際に、助手席の扉の内側に傷があったので、石でも挟んだのかなと思ったのですが、納車後にちゃんと確認したら、このような状態になっておりました。ちなみにこのタント、いくらで購入したと思いますか？タントのターボ車両、安全装備のスマートアシスト2付き、10ヶ月の車検付き、簡単な消耗品は全て交換済み。こちらの乗り出し価格はなんと35万円。母親にはそんな車で大丈夫かと言われましたが、自分の第六感と何かがあれば直せばいいかのスタンスで、現在乗っております。ちなみに ETC の登録書類や整備記録簿、取扱説明書、書類関係が一切ないので、車検前には余裕を持って、事前確認をしておこうと思います。最後に、現在は機械的に不満はないのですが、そのまま乗るにはちょっと不便なところもあるので、ちょっとずつ手を加えております。今後はその様子もお伝えしていきます。正月らしいことは特に何もないのですが、今年ですね、こちらの車両と一緒に過ごしていきたいと思います。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。今話題のダイハツ車ということで、ちょっと微妙な心持ちで動画の方は出しておりますが、一応ダイハツの不正車両の一覧の中にはない年式の車両だったのと、あとは自分自身乗ってみてですね、車両の程度も良いですし、エンジンの調子も大変良いので、気に入って乗っております。
今後何か不調が出るようなことがあったりとか、ダイハツさん側から何か情報とか何かこういう告知があったよっていうことがあれば、こちらのチャンネルで発信していきたいと思いますので、こちらのチャンネル気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。